お待たせしました。じゃあ今からあのお店戻ります。東洋一の繁華街と言われる歌舞伎町、さまざまな娯楽が軒を連ねるこの街に2013年夏、新しい切り口のホストクラブがオープン。仕掛け人はミスターロンリーのオーナーを務めるジン。人生をかけ新規拡大店を成功させる、並々ならぬ意欲を見せるその男は、日本全国ホストの頂点を決める大会でグランプリを受賞した男。ホスト日本一に輝いたジンが次に掲げた目標、日本一の店を作る。その一部始終に密着取材。ホスト陣にスイッチしたオーナー、いよいよキャストたちが待つ全体ミーティングの場所へ。すごい大事なミーティングですね。なんかそうですね、今の陳店の雰囲気が従業員にどうやって伝わるかっていうのがすごく大事だと思うので、はい、まあ、本当に陳店まで今のメンバーで全体ミーティングするのも何度かしかないので、はい、まあ、しっかり踏みしめていければ、はいはい、いい準備になるかなと思うんですけど、はい、オープニングから残ってるらっしゃる方って今誰ですか？いおりと、はい、翼と、はい、まあ、ゆうのすけと、はい、ショーとかもほとんど、はい、ショー成田ぐらいが最初の方がいてくださって、5、6人ぐらい残ってくれてますね。まあ、僕の中では もちろんそうなんですけど、やっぱミスターロンリーが全て初めてだったので、やっぱいいこともありましたけど、やっぱもうちょっと頑張ったらよかったなとか失敗した経験もあるんで、やっぱそれを活かせたらなって、まあ、もちろん思ってるんですけど、やっぱ彼らの中でも何か一つでもやっぱ思ってくれたらいいかなって思いますけど。2回目の新店立ち上げ、しかし今回のスタートは前回より力を増していると言える。ミスターロンリーを立ち上げた当時を知るキャストが大勢いるからだ。サクさん喜んでくれるといいですね、こういう話をして。そうですね、なんか嬉しいのが僕だけにならないように、まあ僕はめちゃくちゃワクワクもしてますし、やっぱ今日までにすごくやっぱ時間かかって作ってきたんで、やっぱ思い入れもやっぱたくさんあるんですけど、やっぱそれをやっぱ従業員にどうやって伝えてあげられるのかも、やっぱ僕の器量だと思うので、やっぱいい形で伝えられてあげられるようにできたなと思ってます。じゃあ僕は今からミーティングに行ってきます。ちょっとカメラはここで、すいません。わかりました。特別な意味を持つ今回の全体ミーティング、そこで意外な人物が意外な言葉を口にした。全体ミーティング直後、ここ最近目まぐるしい成長を見せるあの男との対談に密着。東堂翼主任、ミスターロンリー立ち上げ当初から在籍。当時はおっとりとして奥手、番組内でも目立つことが少なかったキャストだ。ミスター平均点、癒し系、そう呼ばれていた男は静かに、そして着実に基盤を築き上げていた。3月4月と連続ナンバーワンを奪取、実力であることを証明、今や新店を引っ張るキャストとなった。
れ優雅、いつもナンバー2じゃないですか。で、あの優雅バースデーとかだと絶対ナンバー1でやってくると思うんです。そういう時にまあもちろんナンバー取りたいんですけども、そうしたいんで、自分が取るためにどういう意識とか考えでやったらいいかな。ナンバーワンを取り続けたい、2番手を阻止したい。静かな物腰だが、みなぎる意志を垣間見せる翼主に、その熱い思いにジンオーナーが応える。やっぱナンバーワンを続けていくたくさんのお客様にもそうだし、仲間にもそうだけど、やっぱたくさんの人に応援されている人間じゃないと続けられないと思うんだよ、はい、やっぱたくさんの人間がお前のことを支持して応援してくれてたら、やっぱお前が頑張りたいときに自然とその人たちで応援してくれると思うんだよ。そういう人間になれるようにどうやって関係を築いていくかとか、はい、東堂翼っていうホストのブランドどうやって作っていくかっていうのをもちろん俺もサポートしてるし教えていくんだから、そこに意識してできれば本当に頑張りたいときに頑張れるんだよ。周りの協力、熱意、ジンオーナーの考えはぶれない。とても重要な意味を持つ今回の全体ミーティング、決意を新たにしたのは翼主任だけではなかった。伊織主任、ミスロンの顔ともいえるベテランホスト、ジンオーナーがミスターロンリーを立ち上げると決めた時、一番最初についていくと言った男。恵まれた容姿は業界内でも有名、ファッション誌のモデルを務めていたこともある。ポテンシャルは十分だが、胸の内を前面に出さない性格上、その潜在能力を発揮しきれずにいた。人材育成を謳うジンオーナーもジレンマを感じていた昨今、伊織主任自ら口を開いた。これから変わる。ミスターロンリーから一緒にやってきてくれて、ミスターロンリーの時は俺も一緒になって作ってきたし、まあ野球で言うとプレイングマネージャーみたいな形で、俺もお客さん呼びながら一緒に作ってきたと思うんだけど、まあ次のスーパースターっていうのは本当に俺は一歩引いた形でも監督みたいな形で、よりが中心になって引っ張っていけるような店を作っていってくれたらなって思うから、はい、もう今時期的にすごいきっかけになったので、まあここで人についてきてもらうような感じになっていこうと決めたので、はい、任せてください、はい、そんだけ、ね、自分の中で思ってくれるだけでも新しいお店作ってよかったなって俺は素直にこの関係の中でも思うから、はい、伊織の頑張り期待してるから、はい、頑張って。感情を表に出すことのない男が見せた前向きで勢いのある決意表明、ジンオーナーが3年待ち続けた言葉だった。このミーティングから約1ヶ月、伊織主任は順位を大きく上げナンバー2へ。そしてナンバー1にはあの東堂翼主任、3ヶ月連続のナンバー1だ。やっぱイオリってあんまりああいうことを口にするような子じゃないんですけど、イオリの口からしっかり頑張りたいっていうことが聞けたので、すごい良かったなと思いますね。二人見て改めて僕ももっと頑張らなきゃなって思えたので、僕も負けずに頑張りたいと思います。次回、改装工事を終えた現場へ。電撃入店のキャストや注目のルーキー、そしてそれぞれのドラマを抱えるレギュラー陣、気になる全貌に密着。